元水図へ、玄水図へ、水上は、元水が汎用する、その地位、名誉を表彰するバトン。なお、本校ではルジの権威表彰物についても記載する。ローマ帝国時代の軍司令官、レガトゥスは、短いバトンを皇帝より授けられ、これを頭の上に掲げて皇帝の意思を表した。その流れから短いバトンが、軍司令官の権威を示すようになり、 ルネサンス期頃から古式の復活としてヨーロッパ各地において用いられた。当初は長く滑らかな木の棒だったが、徐々に金属細工などで豪華な作りになっていった。長さは和訳から想像されるほど長くはなく、大体五十センチメートル前後である。ナチスドイツ軍の場合は、減水杖の他に略式減水杖が設定されており、普段はこちらを用いていた。こちらの長さは、 約75センチメートルである、書いてる原水が増産章。先端部分には派手な装飾はなされず、その点が王爵とは異なる。手に持つ、階級章とも言える、原水杖だが、すべての国の原水が所有しているわけではなく、中には、原水号はあっても、原水杖が存在しなかったり、原水杖とは違うものが与えられたりすることもある。前者の代表国は、アメリカ合衆国で、 後者の代表はポーランドである。古くから元水、もしくはそれに相当する、称号階級の伝統を持つ国家では、今も元水杖が存続していることが多い。アメリカの元水は、比較的、新しく、第二次大戦中にイギリスとの共同作戦上元水が存在しないことが、運用上不都合を生じるため作られた。 まさに実用性だけの階級のため極端な経緯づけが必要なく元杖なども作られなかった。ポーランドではバトンではなく、メースが元水の象徴として用いられた。ポーランドで元水に授与されたメースはと呼ばれ、現在でも元水の基調には裏場がデザインされている。これは式杖が元となっており、歴史的にはポーランドイコールリトアニア共和国や、 コサック国家の平地漫画手にした。文中区などと共にウクライナコサックでは、レガリアとして扱われ、現在のウクライナの大統領旗にも用いられている。ロシア帝国の元帥には、他のヨーロッパ諸国と同じように、元帥杖が与えられたが、革命後のソビエト連邦で、元帥級以上の階級にある軍人には、金とプラチナの台座に、ダイヤモンドが埋め込まれたが組みされた。 階級に応じて二種類の勲章があり、それぞれ大型及び小型減帥聖章と呼ばれた。聖章は授与されたものが死去、または高騰すると勲章を管理するに変換され、新たに進級した減帥が再使用することになっていた。大型減帥聖章は1940年に制定され、最初はソ連邦減帥に1955年からは、 ソ連邦海軍元帥にも授与された。聖章の形状は五房星で、金の台座の上に小型のプラチナ製五房星が乗り、そこにダイヤモンドが星型に埋め込まれている。また、五房星の工房の間には小さな金の台座に乗ったダイヤモンドが一つずつ置かれている。聖章の頂点の一つからは、金でできた三角形のハトメが伸び、ハトメに通された楕円形の宙に、 軍門の授を通して汎用する。小型元水聖章はそれぞれ開始時期は異なるが、陸軍上級大将、陛下元水、海軍元水に授与された。陛下元水の一つ上の階級である、陛下総原水についての規定は、正式に設けられていないが、各陛下の草原水たちは、自分が陛下元水だった頃の小型聖章を廃用していた。 こちらもご防制で金の台座の上とプラチナの台座の上に星型にダイヤモンドが敷き詰められ、大型聖章と同じように楕円形の中二字を通して廃用する。ソ連崩壊後に、陛下草原水及び陛下原水の階級は廃止されたが、ソ連時代にこれらの階級に進んだことで、原水聖章を受章した者も,も、章を手元に保管しても良いとされた。 ロシア連邦でも聖書が授与されることになっていたが、1997年に制度が廃止され、新規授与者は亡くなった。もっとも、それ以前に、原水聖書を授与された者については廃止後にもこれを廃用している姿が確認されている。1 9 1 9年8月29日正式以降、帝国陸軍、海軍では、原水府に列せられた元水陸軍大将及び、 原水海軍大将には、原水等原水廃刀が与えられていた、歌詞。こちらへ、外装は、陸海軍大将以下、将校巡視官が汎用する、日本刀仕込みのサーベル、または、人たちをアレンジした一般的な正式軍刀とは、異なり、毛抜き形た,たちを模試検乱豪華で、刀身の幅木元や鞘や金具には、菊下紋章が施されている。刀身は、古来より、 天皇に、ゆえんのある、小ガラス丸作り、殺傷能力のある、本身仕込みではあるが、一般の軍刀と違いもとより実用性は考慮されていない。玄水刀を作刀した、主な刀匠には、合算定一、堀井俊秀といった名称がおり、また元水刀作刀を拝命されることは、刀匠として、最高の栄誉とされていた。西洋各国軍と異なりなく刀なのは、 単に、日本、東洋と西洋との風習や文化の違い、商工群島の存在、元帥が昔からの感触でないこと、また特に古来の武士や将軍が、地方政党などの際には、窃刀を授けられたことに由来すると思われる。作刀された元帥島は、陸海軍領元帥総計30名に対し同じく、30ぶり、現存する元帥島としては、 安国神社修造の原水陸軍大将、武藤信義拝用棟、陸上自衛隊山口駐屯地修造の寺内、正武、寺内都市一両原水陸軍大将拝用棟の、ほか、原水の親族保有野球軍研究家、軍装品収集家等が所蔵しているとされる合計7振りのみの、所在が確認されている。原水棟の形状は、太古の立つのように、塚には、 森県がなく、全長三尺二寸。鞘の両面に十二個の菊花章が装われる。その他の細部と、その総称はいずれも金色であるが、円筒、鳩目には、銀の菊座を有する、つは、銀の小切り葉を有する、目抜き、目釘、銀の菊座を有する、え板、芝引き、帯取り、銀の下根座二個を伏す、道理及び小尻である。当初は、 紫が側る紐で、金具は金色。刀体は黒革で金銀島折線が縫い表され、金具は金色。イギリスや戦前のドイツ軍の軍服では、X 字型に交差させた、減水図への図案が、減水の検証など階級章に用いられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。